まずですね、こう潰したやつ、上から3分の1こうやって手前に置いてください、横にね。まあ、基礎の時にね、やったやつです。で、これをまたさらに返して。こういう棒状になったら、これで片手でコロ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 と。で、このソーセージロールは、まあ、このシャウエッセンに巻きつけていくんですけど、これだと短すぎるんで、さらに伸ばしていきます。どうするかって言ったらば、前にも言った通り、手を上下に大きく振りながら少しずつ外側に W 書くように開いていきます。横にギュッて伸ばすんじゃなくてこんな感じですね。だけどある程度伸ばすと今度縮み始めます。3個までにゴールはここまで、だけどゴールまでやろうとするとちぎれちゃうんで、もうこれはこれでおしまい、上に置いておきましょう。もう一つこういう形でで、離すと縮むけど、それはそこでおしまいという形でいきます。いいです。それで大丈夫です。はい、そしたらね、今度これを休ませるんですけど、2、3分休ませます。で、何か布巾とかかけなくて、このままでいいです。まあ、前にもやった通り、このまま置いとくと、次触るときギュッと伸びてくれるんでっていう話です。まあ、いわゆるベンチタイムなんですけどね。で、その間に今度はアンパン、ね、50g 2つ持ってきてください。で、パンをまずひっくり返します。で、指先粉つけて軽くまず叩いてください。で、アンパンは、よいしょ、前と同じあんこの量を乗せるんですけど、これが2個分。で、さらに、クリームチーズが入りますんで、これだと大きさ入らないんで、これを伸ばしていきます。手に持っていただいて外側をこう潰すようにくるくる回しながら、ね、餃子の皮みたいに伸ばしてください。真ん中厚めでいいです。真ん中ね、触っちゃダメっていうわけじゃなくて厚めに残しておいていただければいい。で、こうやって伸ばしたらば、まあ、上の空いてるところに粉振ってこの上にポンって置いておきましょう。で、もう一つやっちゃいます。カットもやったらば出てきます。これが終わった方はあんこですね、これを量で結構です。何でもか、切ったらば最後の上から、これでアンパンの準備ができたんで、次ソーセージロールに戻ります。まず上のやつが最初に触ったやつなんで、上のやつを手前に持ってきましょう。で、さっきと同じようにゆっくりでいいんで、ちゃんと指先までしっかり伸ばしながらいけば、こうやってスーッて伸びてくれます。まあ、だいたい綿棒近くになると思います。あとはちょっと置くだけでね、伸びてくれるんで慌てず、言っていいです。で、まずはこれで一つ作っちゃいましょうか。はい、じゃあ、どっちでも大丈夫なんだっけ。左手にソーセージ。で、右手にパン生地は、どちらかって言ったら、まあ、基本は均一なんであれなんですけど、太い方があったら太い方持っちゃいましょう。で、左のソーセージの頭にパン生地乗っけて、左手人差し指で挟んじゃいます。今、右手がフリー状態です。で、あとはパン生地巻きつければ出来上がりなんですけど、パンを巻く行為は大変なんで、ソーセージを回しましょう。まず右手でパン生地持って安心しましょうか。切れないようにね。で、自分から向かってソーセージを奥に倒します。ちょっとね、ソーセージ横にして、横逆。それで回していきます。奥にグッと回す。で、あとはソーセージを奥へと回していって巻きつけていきます。前のパン生地に少し重なるように巻きつけていってください。最後まで来たらここひっくり返して、これソーセージ全部埋めちゃいます。はい、じゃあね、これやっていきましょう。もう一つですね。終わりを見据えてですね、ちょっと生地が余りそうだなだったら引っ掛ける部分を多くして、足らなさそうだったらギリギリをやってって、あまりここに余りがないようにしてください。パンの方、あんこをですね、手に持っていただいて、500円玉よりかちょっと大きいこのサイズにしましょう。薄くしていただいてパンの上に乗っけます。
2つともやっちゃいます。もう手でやっちゃって構いません。で、2つやったら残りの2つも同じサイズ感にしてラップの上に置いておきましょう。で、それができたらばクリームチーズを用意します。これで一かけら取ってパンの上に乗っけてください。で、2人はそこにある。で、気持ちちょっとこう広げておきましょうか。今度は残りの粉あんこでサンドします。時間を置いたらよく伸びてくれたっていうのを経験しました。これも同じでですね、今度こいつをですね伸ばしていきます。ここを触ってから時間を置いてるんで、ここは緩んでます。それを利用します。ゆっくりゆっくり伸ばして、それで上で重ねてくっつけます。極力少なく、そして薄くしてください。で、これを90度変えてビヨーンって伸ばして、生地をいっぱい持ってこなければ、ここにあんこは4箇所こうやって見えるような状態になります、ね。あんまりこうやっていっぱい持ってくるとほとんどあんこ見えないですが、それパン生地持ってきすぎなんで、ね、少ない方がいいです。で、まあ一回やっちゃおうか。で、この状態になったらば、今度ここのやつを真ん中まで持ってきちゃうと、パンが今ここ真ん中は4枚重なってるんですけど、重なりすぎちゃいます。ね、全部持ってきたら8枚重なって分厚くなっちゃうんで、少し真ん中まで持ってこないで、そうすればここは4枚のまんまっていう形になります。八角形でやってるんで結構丸に近いです。最後はこれを、まあ、左手で粉つけて握ったら、ここにポンと乗っけて、でこういう体勢じゃなくてパンは立てます。立てて立てて、ここで回しながら、真ん中ばっかりやっちゃうと生地がいっぱい来ちゃうんで、やったことが意味なくなっちゃうんで、場所を変えながら綺麗につまんでいきます。で、極力薄かったっていう状況にしてください。で、丸くし、横、まずここで極力薄くだけど、重ねるところはやっぱ少ない方がいいよね。ほんのちょっとだよね。で、こうしてね、さっき見てビヨンって伸ばしてると重ねるとこ多いんで生地いっぱい来ちゃうんで、極力もう勝手に伸びるんでね、こうで、あんこがこうやってね4箇所見えるような感じです。で、ここから全部持ってきちゃうと8枚重なっちゃうから、ただこのあんこが埋まる程度でいいです。で、これでも八角形なんで結構丸に近いです。で、左手粉つけたらこうやってここに乗っける。で、これをこうして、場所は真ん中だけじゃなくて、こう真ん中触っちゃダメってわけじゃないです。触ってもいるけど、極力そういう意識ね、生地をいっぱい持ってこないようにしながら、で、この時こうやって手首をねこっちに回してやってます。言った通り、このまま焼いちゃう と、上に上がっちゃう、まん丸いパンになっちゃうんで、押さえます、ね、すいません、ちょっと隠しやすいと思うんですけど、で、お焼きみたいだけど、この時にですね、あんまりギュッて押さえたら、せっかくここパン生地厚くしたのをギュッてやっちゃう、真ん中へこむような形じゃなくて、少しくぼみ作って、それで優しく押さえてください。そうしないと上が薄くなっちゃうんでね、逆に。何か書きます、何か書きます。まあいいでしょう。1個発酵しちゃうんで、まあ実はここで今時間のバランスをとってます。